政府は風邪薬など市販薬のインターネット販売を原則解禁する方針を打ち出しましたただ安全性をどう確保するのかなどのルールが決まっていないのが現状です 今、いろいろこのね、薬のインターネット販売なんかについてもね、またちょっとこう、動きが出てきたようなんですけど、なぜか、これは、アベノミクスが目指す成長戦略の、まあ、最優先課題ですね、規制改革の目玉ということで、うん、安倍さんがね、そうやってこう、解禁、原則解禁って言ったんで、うん、え、今までの話とちょっとこうね、変わってきたかしら、なんていうことでね、ニュースになりました。うん ま、あの、消費者が手軽に医療品、薬をね、手に入れられるというようなことで。あの、ま、それと同時にインターネット上での取引をこう促進して、で、日本経済の活性化につなげたい。インターネットでのこのね、商売みたいなものがね、もっとこう増えると、日本経済も活性化するだろうという。そこの狙いもあるようなんですが、ま、この、安倍さんの発言に対して、賛否両論と。 といううことのようなんですねうん、うん、でこのニュースのつぼで今日は調べてみました、はい、まず今インターネットによる薬の販売ってどうなってるのかこれまでの流れを含めてちょっと確認して復習おさらいしましょうはい、はい、2009年に改正薬事法というのが施行されましたうん、うん 市販薬は、まあ、その薬の危険性、副作用なんかのね、危険性を考慮して、第1類、第2類、第3類に分けられました。うん、この辺の時にもニュースのツボでどういうものなのかっていうのをいろいろ調べましたよね。うんねうん、はい。で、1、2、3と種類あるんですけど、えっと、副作用の起きるリスクが高い方から、1、2、3というふうになってますね。うん はい。一番だからリスクが高いのが第一類医薬品。取り扱い一番注意しなきゃいけないのが第一類ということで、はい、まあその順番ですから、第一類と第二類、一、二はですね、うん、薬局などでの対面販売でないとダメですよということになりました。うんうん ですから、インターネットで買うっていうのは原則禁止になっちゃったわけですね。うん、ま、あの、一部離島なんかに住む、その対面販売難しいな、いう地域なんかに関しては、ネット販売、えー、例外的に OK っていうところもあったらしいですけれども。うん、はい。えー、この時ね、市販薬の大体67%がインターネットでは買えない状態になりました。うん、一類二類がね、ダメってことになると、えー、売られてる薬の半分ちょい、 が、インターネットでは買えなくなっちゃったってことですね。うん、はい。で、これに対して、なんでこれ禁止にしちゃうのって。ちゃんとインターネットでも、うん、その薬の危険性とか、そことは説明もしますよ。なのにダメなのっていうような意見が出ました。うん、まあ、主にインターネットの販売会社ですわね。うん、えー、規制の撤廃を求めて訴訟を起こしました。で、今年、2013年1月に、最高裁判所が、国の規制は無効。 という判決を言い渡しました。うん、こ国が言ってることがおかしいよってことになったわけですね。うん、裁判の結果。これによって、今は、最初言ってた、その、第一類、第二類、ダメよって言ってたのが、そうじゃないよってことになったので、うん、えー、インターネットでの販売が事実上解禁されてます。はい、1>, 1、2、3、すべて事実上、今のところ、インターネットで売られてる状態になっています。うん、最初ダメだって言ってたんですけど、ね、うんうん、はい。ただ、 こういった経緯がありますので、その売るに、インターネットで売るにあたって、ちゃんとしたルールを決めてない状態なんです。まあ最初ダメですよって言ったからルール決めなくていいでしょうん、うん、だけど、あの、一転していいですよって言って、じゃーって言って売っただけなので、うんうん、あの、ルールがないんですね。ですから、これはちょっとまずいんじゃないかということで、厚生労働省が新たなルール作りを、 こう決めていこうとしているという段階、はいうん、これが現在ですでそんな中先日の安倍さんがこの原則解禁しましょうっていう表明があったと状況としては今そういうわけなんですね、うん、なるほどね はい。で、現在、あの、第1類、第2類、第3類、事実上インターネットで販売されてますよって言いましたけれども、これは、えっと、市販薬のおよそ99%、ああ、だからほとんどですよね。うん、ほとんどの市販薬はインターネットで買えるということになってます。うん、99%ですか残り1%というのは何か言ったら、まあ、あの、25品目ぐらいに当たるそうなんですけど、劇薬の指定を受けている薬など、本当にま、リスクの高いもの。これはま、当面解禁除外の扱いになってますよ。本当にちょっと、取り扱い、うん 注意なものに関しては、さすがにだめですよと、監禁されてない状態になってるんですね。うんはい、であの、これについては、インターネット販売のルールとともに、安全かどうかをこう検討して、今年の秋頃までに結論を出すということで、うん、ちょっと旦那上げ状態、まあ、とりあえずだめよということにしておいて、あと、あのそこから決めましょうということになってるわけです。うん、はい、うん さあ、あの、メリット、デメリット、このインターネットによる販売とかね、まあ、あると思うんですよね。うん。あの、まず、まあ、メリットで分かりやすいところでいくと、うん、体が不自由で、お店までなかなか買いに行けないな、っていう方とか、うん、お店がなかなか近くにないんだよっていう、あの、離島とか過疎地に住む人にとっては、インターネットで薬が買えるっていうのは手軽で、便利でいいですよね。そね、うん。はい。そして、デメリット。こちらは、まあ、まずは副作用ですね。厚生労働省によりますと、市販薬による 副作用っていうのは年間およそ250例ぐらいあって、うん、中には死亡例も含まれているという現状なんですね。だからまあ,あ、手軽に入る、手に入る、その辺の処方箋じゃなくって、いっぱい薬でしょって言っても、薬は薬なので、うん、一つの薬はあのそんなに劇薬でもないし、安全ですよって言っても、飲み合わせとかして、 によってはちょっと逆になっちゃったりとか、使用方法を間違えると命に関わることもやっぱりあるわけなんですね。例えばあの まあ私はこれは処方箋ですけど、高血圧の薬飲んでますけど、そうするとあのグレープフルーツジュース飲んじゃいけないよとか、いろんな決まりがあるわけじゃないですか。うん、で、そういったものが、まあ、それは処方箋のね、高血圧のは薬ですけど、うん、でも、一般薬に関しても、そういったなんかこう、意事項みたいなものがやっぱあるので、うん、そこをチェックできないっていう,こう可能性もインターネットはあると。うん いうことなんです。まあ、あのー、これは、インターネットだろうが、お店で買おうが、うん、やっぱり、あの、そこのところは、しっかりと買う側が、うん、ああ、チェックしていないと、それはもう、あの、漏れちゃうと言えば漏れちゃうんですけれどもね。うん。うん、まあ、メリット、デメリットね、いろいろ。はい。まあ、あの、業者によっては、あの、他で買ったポイントが、こっちで使える。い <laughs>。<laughs> ポイントね、ポイント大事やな。<laughs> うん、は,いはい、はい。メリットかもな、ね。はい。あとね、ちょっと、あの、心配なのは、偽造薬の問題があって、うん、インターネット 結局、お店の先の店員さんの顔も見えないですし、そこがどんなお店なのかっていうのも、言ってみれば分かんないわけですよ、たたずまいも分からなければ。うんうんうん で、そこで買うってところの怖さで、今、偽造薬みたいなものがあったりなんかもする。あの、まあ、日本の場合はそんなことないでしょっていうのはあるかもしれないですけど、インターネットは世界と繋がってますからね。海外からこう、個人輸入なんかしてる場合なんかもあって、<laughs> で、これが薬の世界にも広がってくると、うん、あ、偽物とかね、中にはだから下手すると、ほら、パッケージは同じでも中身違うよなんて悪質なものだって出かねないわけですよ。英語のね、うん、ああいうちょっと、その、 強制剤みたいなやつのスパムってよー届きますよ、なだから、あの <laughs> 今のところ、そこまでのね、あのひどいコピー商品みたいなものは、薬に関して、うん、日本の薬に関してはないですが、うん、ここから先、そういう可能性も出てくるよってことを考えると、うん、今、ちゃんと。 ルールを作っておかないと、うん、だから今はほら、ルールがない状態でしょ、うん、だから、そのまんまだと、後々、今はまだそこまではね、っていう状態でも、こっから先どうなってくるかわからないよっていう心配があるわけなんですね。うんうん、うん。で、まあ、あの、その辺のルール作りをしようよって言ってて、まだ実際にはできてない段階で、安倍さんが今回原則解禁しようっていう表明をしたと。 横のタイミングでやっていうのはどうなんだろうっていうところはまあ少しありますかね。 医薬品副作用被害制度っていうのがあって、これは薬の副作用によって入院後遺症が残る死亡したなんていう場合に救済給付を行う制度なんですよ。ただし、この制度は病院とか診療所での投薬や処方箋によるものとか、市販薬を適正に使用したにもかかわらず被害が出た場合に救済される。つまり、適正にっていうのがどこまでか、インターネットで購入したものに関しては適正なのかどうか、 っていうところはい。うん 全部が全部適正じゃないとも言えないでしょうし、全部が全部適正であるとも、なかなか嫌ない、じゃあそこの線引きどうするのっていうところが、まだちょっと曖昧だな、ということですね。あと、あの、薬としては、あの、全然安全でも、ものすごいたくさん購入して、いっぺんにいっぱい飲んじゃったりするとダメだよっていう場合なんかも、ちょっとその、あの、店頭販売だと管理しやすいんだけど、お薬手帳なんかで、なかなかインターネットだとできないな、なんて、この辺のところのルール作りもどうするんだっていうようなね、こともあるわけです。 はい、まあインターネットっていう新しいものがね、いろいろ世の中に対していろんな影響が出てくるというのは、この薬の売り方もそうですし、はい、くしくもあの、この、ね、政治家さん絡んでる、うん、選挙制度においてインターネットはどういうふうにしてやるかいうのもね、はい、なんか様々いろんなところで、 ねはい、新たに決めていかないかんルールみたいなのがあります、ね、私もそうなんですけど、インターネットで薬買うの、私はどっちかと,いうと便利だからいいじゃんって思っちゃう、そういう人たちが多いので、その辺の世間の意向みたいなものを組んで、ちょっとこう、政治的な、うんあの、なんとなくこう、あのそ,そこのところを言っとくと人気出るかなみたいな、うん、そんなニュアンスもちょっと受け取れて<ー>と、私はインターネットで買ってもいいかなと思うんですけど、うん、でもやっぱりあの、そうではなくてや、ルール作りをちゃんとしてくれないと安心して買えないので、うん、そこはどう これ決めることによってまた大きな利益のね、うんはい、移動する部分もあったりするんで、うん、それだけで動いていっても困りますしね安心するルール作りっていうのは本当にね、うん、ちゃんとしてくれないと本当にインターネットで薬買えなくなりますもんね。